スノーキーこと小手川幸也です。まあ数年前と比べても、テレビの視聴率っていうのはかなり、落ちてますよね。ドラマなんかでも、第1回ナンパっていうのが、はい、本当に一時期の半分とかになってるんで、多分その理由の多くがインターネットに食われている。で、そのまあインターネットに食われている中の一つがまあ YouTube だと思うんですよ。でね、やっぱテレビが視聴率落ちたっていうのは、規制みたいなのが多いんじゃないかなと思って。はい。まあ、これやったらダメとか、ね、なんか視聴者からのクレームが怖いから自主的に、やらないっていうことが増えてきたんじゃないかなと。例えばですね、なんか、旅番組とか、まあ、わかんないですけど、バラエティとかで、ご飯食べてますみたいな。ご飯食べてるシーンあって、あ、もう時間がない。次の予定があるんで、次のところに行きます。で、まあ、ご飯食べてる途中なんですよね。なんでこのご飯どうするんだってなるんで、このご飯はこの後スタッフが美味しくいただきましたみたいな文字がテロップが出てくるんですよ。ね、多分その文字入れなかったら視聴者からおいおいあのご飯残して捨てたんかとかそういうクレームが来るのか、もしくは来ることを恐れているんでしょうね。で、まあそんなことでだんだんバラエティなんかでも例えばそのいじるっていうことがあるじゃないですか。芸人同士いじるにしても、それはいじめにつながるからどうこうとか、まあ、例えば暴力的なシーンとかもね、まあ、やらなくなったりとか、あと、エッチなシーンですよね。昔のテレビなんか、そんな裸なんか別にドラマでも普通に出てましたけど、今はもうめったに見ないですよね、そういう番組自体もないし、ドラマとかバラエティで裸が出てくるっていうことがまずない。昔のドラマなんか普通でしたからね、そのお風呂のシーンでキャーみたいなんで出てくるって映っちゃうっていうのは普通だったんですけども、それもやっぱクレームとか、自主規制とかあって、で面白くない。で、どうなったかっていうと、YouTube って何でもありじゃないですか、結構。はい。で、まあ何でもありなんで、刺激がある。で、刺激があるから面白いんでみんな見るっていうので言ってて、で、どうなるかっていうと、YouTuber の方も刺激的なことやったら再生回数が上がるから刺激的なことやるんですよね。はい。まあ、テレビでは絶対にできないような、過激な内容をやる。なんで、みんな見てくれる。そして、再生回数、普通のことやってももう落ちない、上がらないんで視聴回数が。なぜかっていうと、みんな刺激求めてるから。じゃあ、どんどんエスカレートしていって、刺激的なことをやっていくっていう環境に、一部ではなってると思うんですよ。もちろんそうじゃない人もいると思うんですけども。でですね、これね、行き着く先なんですけども、ね、親からすると、当然、そんな動画見せたくないわけですよ、子供に。はい。しかも、ちゃんとネタっていうことが分かるようにしていればいいんですけども、ネタか本とか分からないような悪質なことをどんどん流してる、YouTuber がいたらですね、子供が真似したりとかする恐れあるんですよ。ね。そんななんか、なんでしょうね。分かんないですけど、なんか燃やすとか、爆発させるとか、ね。なんか、その何々と何々混ぜてどうとかよくあるじゃないですか。あんなんも危険なので絶対真似しないでくださいねとか、あるいはこれネタですということを言っておかないと子供真似すると。で、万が一ですよ、それで事故とか起こったら何があるかっていうと、YouTube は見てはいけませんになっちゃうと思うんですよね。で、見てはいけませんなんですけども、その、親がですね、一つ一つチェックするということは無理なんで、まあそういう機能がつくかですよね。この人の YouTube は見れないようにできるような、なんかそういうアプリが発売される。あとですね、フィルタリングソフトっていうのは今もあるんですけども、もしかするともうすでに対応してるかもしれないんですけども、危険なサイトはブロックするっていう、ね。危険なサイトへ行けなくするようなソフトっていうのがあるんですけども、それの中に、YouTube が入ってしまうかもしれないっていうことなんですよ。なんで、ただ単に再生回数稼ぎたいからって、ネタか本当かもわからないような過激な動画を子供が見ているのに上げ続けるのはどうかなっていうことをちょっとほんと心配してるんですよね。で、結局そんな規制が入っていったら YouTube 自体が面白くなくなって、一部の過激な YouTuber のために他の YouTuber まで、被害を被るっていう話なんですよ。ね。これ、何でもそうなんですよ。例えば、タバコに関してもすごく厳しいですよね。吸う場所とか、ね。例えば、売る占いに関してもすごく厳しくなった。これなんでかっていうと、
一部のマナーの悪い人がマナーの悪いことをするから、じゃあ規制しようということで、どん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 規制されていくんですよ。なので、結局、一般のきちんとマナーを守っていた、その喫煙者、タバコ吸っていた人まで同じような目に遭ってる。なんで、過激な YouTube、その動画をネタか本当なのかっていうことをちゃんとわかるような状態にしてあげるならあげないといけないなと私は思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。